小諸市中心部周辺の空中写真。1975年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。小諸市は長野県東部に位置するし、江戸時代は小諸藩の城下町であった。群馬県境に近く、北関東と信濃国と結ぶ北国街道のー都として栄えた。 城下町と街道の宿場町を受け継ぐ小諸駅周辺が現在でも中心市街地で市役所などがある。新越本線時代の小諸駅は特急全便が停車する主要駅であったが長野新幹線は南隣の佐久市にある佐久平駅経由となった。近年は佐久平駅に近い三陰地区で住宅が増加している。市内の広い範囲から南に縦品山、 北に浅間山が見え、空気の澄んだ日には遠く、富士山をも望める。市街地から千曲川までの高低差は100メートル程度ある。千曲川は市の南部から西部を、流向きを北から西へと大きく変えながら貫流する。千曲川は市を旧川辺村域とその他の地域とに分け、前者は鉱石台地である三巻が現代地。 校舎は1万年以上前に遡る浅間山の活動による火砕流大地からなっている。そのため南東部では火砕流堆積物を河川が侵食した田切り地形が見られる。谷底には水田が広がり、大地は桃やリンゴなどの果樹栽培に利用されている。宅地10.728、田12.608、畑21.867。 三輪29.812、現二2.187、地零0.329、その他20.965。内訳は、中央地区16,026人、北大井地区7,868人、大里地区2,898人、川辺地区2,022人、三岡地区3,715人、南大井区7,957人、西小諸地区2,026人、 市役所隣設地にあった、鶴屋小諸店跡地に、スーパーマーケットと高齢者、育児施設、コミュニティバスのターミナルを合わせ持った、複合施設の開発計画を市が進めている。小諸駅高速道路一般国道かつては二級国道東京小諸線が指定されていた。県道広域のお道市士品の33、観音霊場第26番札所、天台宗布引山釈尊寺。 布引き観音から、浅間さん、小室市を望む。布引き観音は、牛に惹かれて前行寺参り伝説発祥の地である。小室城潮止湖公園日本郵便の下記の郵便拠点がある。日立笠間藩主、牧野邸館の次男として、江戸で出生。ありがとうございます。